どうもエルザレットと申します。今回はダメージ補正を知って対策方法を覚えようです。ゲームに少しずつ慣れてくると厄介になってくるのが傘やスプラッシュシールなどの耐久値がある武器やサブなどの対策かと思います。何かと苦労する相手ですが、武器の補正を理解することでその場をしのいだり、場合によっては対策することも可能です。そこで今回は武器のダメージ補正を紹介したいと思います。倍率の話をメインしていきますが、そもそも相手にするべきかどうなのかという点も押さえてもらえると今後の対面判断にもつながると思います。スプラ3ではスペシャルは入れ替えによって補正はなくなりそうですが、全武器参戦を考えるとガチマと武器は補正対象の可能性もあると思います。今のうちに把握して慣れておくといいかもしれませんね。それでは早速いきましょう。サブウェポンはそこまで補正がかかる武器は多くありません。なので特徴を覚えると自分が使う際に活用できる程度で覚えておくといいかと思います。まずインクシールドですが、倍率の上がる攻撃補正武器は少ないです。ですが一番特徴はシェルター種のパージを消失できる力があります。朝パージが来た時はインクシールドで消してあげましょう。またインクシールドの対策はボムの爆発で敵を巻き込むのが一番最適です。隠れながら敵の動きをよく見てボムを投げましょう。ジャンプビーコンとスプリンクラーに関しても補正武器は多くありません。ですが対物攻撃力アップギアをつけると一瞬で壊せますので、ギアを選択する際の判断材料にするといいかと思います。ちなみにスプラッシュシールドには効果ありませんのでお気をつけください。ガチホコのバリアには補正の恩恵を受ける武器が多くあります。手数が少ないものほど単発の威力が上がるようになっています。そのためメイン、サブ、スペシャル順に倍率が高くなる傾向があります。ですが実際に割ることを想定するとメインの連射力も大事です。倍率だけでなく武器の連射力も抑えた上で割り判断するといいです。もちろん対物攻撃力アップの影響を受けますので、メインで割ることを想定した際は装備するのもありです。イカスフィアは全体的に倍率補正が多くなっています。ですがスペシャルとなるとむやみに近づいて壊すことはリスクが高いので、倍率と安全面を考慮しボムの使用をお勧めします。ボムなど威力が高いものには一瞬ノックバックが入って動きが鈍くなりますので、逃げながら爆弾を当てれるようになると良いかと思います。ちなみにハンコと着地は倍率が高いですが、ミスったら即絶しますので練習をしましょう。シェルターは種類ごとに倍率が変わります。1種類でも把握は難しいので自分の武器の倍率を覚えましょう。そもそもシェルターはカバーをすることを想定しての能力値なので、ちょっとやそっとじゃ壊れません。あえてシェルターの倍率を紹介しましたが、倍率がかかっても壊すのは難しいというのを理解してもらう方がいいと思います。対策としては1対1にならないということと、横からか後ろを取ることです。サブウェポンもしっかり使うことも重要となります。ということで、今回は武器ダメージ補正を知って、対策を覚えようでした。補正自体はギアを選ぶときや行動を起こすときの情報としてはとても大事です。相手にボールドがいるということは、ホコバリアを破られやすいとか、シェルター系に無理に攻めすぎたらダメだったなとかですね。知識がなければ無駄にデスする機会が増えてしまうかもですので、攻め時と引き際の判断材料にしてもらえると嬉しいです。今後のためになる動画アップする予定ですので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。